えっとね、あの、半年ぐらい、6ヶ月ぐらい前からですね、こう美容室を変えて、新しい美容室に通うことにしたんですね。で、えーまあ、私、最初はあんまりこう指名しないんですよ。 まあ、一巡、二巡してもらって、えーまあ、一番、まあ、いい人いたら示しようかなみたいな感じで、でそのと、えー、まに、あ、大柄で,です、ね、45歳ぐらいの男性で、えー、ちょっと無口な人がいたんで、私、あんまり喋る人好きじゃないんで、まあ、無口でいいな、まあ、カットの、ね、腕もまあなかなかいいしということで、えーまあ、半年ぐらい経って、やっとですね、えー、何月何日、えー、○○〇〇さん。 で、えー、指名をお願いしますっていうことで、えー、指名して予約を、えー、しました。で、当日はですね、えー、まあ、予約した時間の夕方5時ですね、えー、夕方5時ちょうどに行ったんですけど、なかなかね、奥の方に行ってこう出てこないんですよね。あれ、どうしたんだろうなぁと思って、こう、よく見ると、なんかこう、具合悪そうにしてるんですよ。で もう,あもう時間過ぎてるんだけどなとか思いながら、そしたらやっとこう出てきてですね、いやー、しゃっくりが止まらなくてって言ったんですよ。ああ、そうですか、まあまあまあ落ち着いてくださいみたいな感じで、えみたいな感じで、えー、しゃっくりが止まらなくてですね。で、普段は無口な,なんですけど、これやっと指名したから張り切ったのかどうかわかんないですけど、普段無口なのに、すごくよく喋ったんですよね。 で私、本読んでたんですけど、それ、何の本ですかみたいな、これはね、あのーまあ、味を表現する、ちょっと勉強してて、まあ、YouTube やってるんで、今度、食レポみたいなこともやってみようかなと思って、勉強してるんですよっったら、あ、YouTube やってるんですか、どんなチャンネルですか、今度ぜひ見させてもらいますっていうことで、ものすごい喋るんですよ。で、横隔膜が刺激されたんだから、ちょっとわからないんですけど、今までしゃっくりのスパンが、 1>, こう1分に1回ぐらいだったのが、だんだん30秒に1回ぐらいになって、15秒に1回ぐらい、だんだんこうしゃっくりの頻度がこう、スパンがこう短くなってきてですね、でカットしてるとき、っって感じで、いっって感じで、ああ、危ねえなーとか思いながらもです、ねえー、いや、参ったらこれ、途中でこうやめてもらうわけにもいかないし、変わってもらうわけにもいかないし、これはどうしたもんかなと思ってるうちに、まあ、なんとかやっとこう切り終えてもらった。 でまあ、ちょっとね、まあ、いつも上手な、えー、カッチングをしてくれるんですけど、なんかね、いつもよりちょっと下手へたで、まあ、まあそこは残念だったんですけど、なんとかね、切り終えてもらいました。で、自分ももし大事な場面でこう人前で話す機会をいただいたときとか、まあ、大切な折衝があるときに、これ、しゃっくりが止まらなくなったらえらいことだなと思って、ちょっとしゃっくりを止める方法を調べてみたんです。 でまず、まあ、6個あるんですけど、まず息を止める、えー、そ次にです、ね、両耳に指を入れる、舌を強く引っ張る、肘を胸につけて前かがみになる、えー、水を飲む、レモンを噛む、酢を一気に飲むという、ね、方法が、これ、人によって何が効果があるのかって、まあ、やっぱり違うと思うんですけれども、これね、覚えておいて、いざという時にやってみようと思いました。 皆さんもいざという時に、シャックに止まらなくなったら困ると思うんで、ぜひ、この6つの方法を試してみてください。それでは、ありがとうございます。